時より、シャラララーキラキラーってなってるよ。そうかな。でもね、リンね、ネネちゃんがもっとキラキラになれる方法を知ってるんだ。え、それは、ほら、こうやってニコニコ笑顔で歌えば、歌声もルンルンキラキラってなれるんだよ。そしたらみんなもニコニコになっちゃうの。そっか、わかった。もっと意識してやってみる。うんうん、一緒に頑張ろう。ねえねちゃーん、司くんがリハーサルやりたいって言ってるよ。あ、うん、今行く。さあみんな、歌おう、そして踊ろう。素晴らしいこの日のために。うるさ。司くん、今日すっごく気合入ってるね。何かいいことあったのかな。今日司くんの妹さんとそのお友達がフェニックスワンダーランドへ遊びに来るらしくてね、妹たちに最高のショーを見せるんだと張り切っているようだよ。そうだったんだ。そういえば司くん、時々妹さんの看病でバイト休んだりしてたな。すっごく妹さん思いなんだね。まあ誰にでも一つはいいところもあるよね。はあ、今日の俺はいつもより乗っているぞ。これで俺たちのショーを見たサキたちも日々の疲れから解き放たれ、また新たな気持ちで練習に励むことができるだろう。ワンダフーイ、バッチリ頑張るぞ。ね、ねねちゃん。私は別にショーで手を抜いたことはないし。そうだね、今日もいつも通り最高のショーを観客へ届けようじゃないか。みんなも絶好調みたいだね。あのね、リンもね、みんなと一緒にいっぱいショーをやりたいな。あ、リン、今日はステージにいるんだ。そういえばリンはあまりステージに来てなかったわね。どこに行っていたの？リンはね、いろんな場所でショーをしてニコニコ笑顔を届けてたんだよ。へえ、面白そうだね。僕もリンみたいにいろんな場所に行ってみんなを笑顔にしたいな。じゃあ次は二人でお出かけしようよ。レンと一緒だったらもっともっともっとハッピーなショーができると思うんだ。うん、約束だよ。俺たちも負けてられんぞ。もう一度全力でリハーサルだ。いいけど、本番前にバテないでよね。わあ、フェニランだ。みんなで来るのは久しぶりだね。もっといろいろ変わってるのかと思ったけど、意外と変わってないな。なんだか懐かしいよね。それで司さんが待っててくれてるんだっけ？うん、要は一緒にショーをやってる友達を紹介してくれるんだって。そうなんだ、楽しみだね。うん、どんな人たちなんだろうね。あ、いたいた、お、サキ。おい、サキ、そしてレオニード諸君、ようこそ我がフェニックスワンダーランドへ。フェニックスワンダーランドはあんたのじゃないでしょ。サキ、紹介しよう。
こいつらは俺が率いるワンダーランズショータイムのショーキャストたちだ。そしてお前たち、ここにいるのが今日特別に招待した我が妹の。うわあ、サキちゃんだ、ワンダフル。なぬ。エムちゃん、お兄ちゃんと一緒にショーもやってたんだね。え、大鳥さん。ベニランでショーをしてたのは知ってたけど、まさか司さんと一緒にキャストをやってたなんて。そういえば、ホナミのクラスにいたっけ。なんだと。世間は広いようで狭いようだね。せっかく紹介するぞって張り切ってたのにね。あの人、公園で歌ってた人だ。司さんとショーをやってる人だったんだ。うまく歌を歌える方法、今なら聞けるかも。あの、うん、どうして俺の後ろに隠れるんだ。なんでもない。ああ、ごめんね。ネネは少し人見知りなところがあるんだ。慣れれば普通に話せるはずだから、少し待っていてくれるかい。ねえねえ、せっかくだしみんなで一緒に遊ばない。え、だってこうしてフェニックスワンダーランドでサキちゃんたちと会えるなんて思わなかったし。私たちも今日は夕方からだし、それまでは暇でしょ。だからみんなで一緒にいっぱい遊んで、いっぱい仲良くなれればとってもワンダフルだと思うんだ。僕は構わないよ。リハーサルなら今朝済ませたしね。まあそうだな。せっかくだし俺がランド内を案内してやろう。私もワンダーランズショータイムのみんなと仲良くなりたいな。私もしほちゃんはどうかな。しほちゃん、いいよ。今日は先に付き合うって決めたし。わあ、ありがとう。それじゃあ私たちが案内するね。フェニックスワンダーランドの冒険に出発。おお。ねえねえねねちゃん、どうしてそんな顔してるの。新しいお友達ができるチャンスだよ。ニコニコ笑顔で楽しもうよ。リン、見つかったらびっくりされるでしょ。もうちょっとこっそり出てきてよね。だってだって、リン、ネネちゃんが心配なんだもん。気持ちは嬉しいけど、でもやっぱり初対面の人だと緊張するっていうか。むむむ、緊張か。そうだ、ネネちゃんがニコニコ笑顔で楽しめるようにリンがここで応援してるね。いいよ。っていうか見つかったら大変だし。こっそりしてるから大丈夫。こそこそできてないし。でも、ありがとう。いきなりは無理だけど、少し頑張ってみる。